ヨーゼフ・クリー・フーバーによるハスリンガーの肖像画。リトグラフ、1842年。トビアス・ハスリンガーは、オーストリアの音楽出版社、作曲家。ハスリンガーは、バート・ツルに生まれた。リンツで、少年合唱隊に所属していた時期に、複数の楽器の演奏を覚え、聖堂のカペルマイスターだったフランツ・クサファー・グレグルの音楽劇に参加した。 1810年にウィーンへと移った当初は、募金係として働いていたハスリンガーであったが、その後、ジークムント・アントン・シュタイナーの芸術事業の共同経営者となり、1826年に事業を引き継いだ。彼が引いた事業では印刷と学不製版の工房が国際的地位につながっていた。この会社からは、ベートーベン、シューベルト、シュポア、フンメル、 マイセダー、モシレス、ウェーバー、モーツアルト、ツェルニー、クレメンティの楽曲、そしてヨハン・シュトラウス一世紀の全作品が刊行された。ベートーベンは1821年に冗談的作品である三世のカノン、オートビアス、WOO182 をハスリンガーに検定している。また、ハスリンガーは作曲家としても活動した。彼がウィーンで没すると、 息子のカールがカール・ハスリンガー旧、トビアスという社名で引き継ぎ順調に事業を展開した。この会社からはヨハン二世とヨーゼフのシュトラウス兄弟の作品が出版された。1894年からはウィーンの第16、17外区を走る通りがハスリンガーの名前にちなみハスリンガーガッセと呼ばれている。彼の書簡はライプツヒのターツアーカイブに 音楽出版社ペータースの文書として保管されている。ありがとうございます。